ペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止する、スリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら、降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。また安全のため、ミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系をめぐる素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。スペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止する、スリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら、降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。また安全のため、ミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系をめぐる素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。スペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止する、スリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら、降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。また安全のため、ミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系をめぐる素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。スペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止する、スリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら、降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。また安全のため、ミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系をめぐる素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。スペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止する、スリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら、降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。また安全のため、ミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系をめぐる素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。スペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止する、スリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら、降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。
また安全のためミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系をめぐる素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。スペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止するスリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。また安全のためミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系をめぐる素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。スペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止するスリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。また安全のためミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系をめぐる素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。スペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止するスリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。また安全のためミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系をめぐる素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。スペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止するスリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。また安全のためミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系をめぐる素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。スペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止するスリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。また安全のためミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系をめぐる素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。スペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止するスリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。
帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。また安全のためミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系をめぐる素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。スペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止するスリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。また安全のためミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系をめぐる素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。スペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止するスリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。また安全のためミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系をめぐる素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。スペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止するスリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。また安全のためミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系をめぐる素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。スペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止するスリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。また安全のためミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系をめぐる素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。スペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止するスリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。また安全のためミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系をめぐる素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。
ペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止する、スリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら、降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。また安全のためミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系をめぐる素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。スペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止する、スリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら、降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。また安全のためミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系をめぐる素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。スペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止する、スリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら、降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。また安全のためミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系をめぐる素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。スペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止する、スリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら、降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。また安全のためミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系をめぐる素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。スペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止する、スリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら、降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。また安全のためミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系をめぐる素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。スペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止する、スリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら、降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。
また安全のためミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系をめぐる素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。スペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止するスリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。また安全のためミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系をめぐる素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。スペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止するスリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。また安全のためミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系をめぐる素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。スペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止するスリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。また安全のためミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系をめぐる素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。スペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止するスリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。また安全のためミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系をめぐる素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。スペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止するスリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。また安全のためミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系をめぐる素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。スペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止するスリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。
帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。また安全のためミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系をめぐる素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。スペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止するスリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。また安全のためミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系をめぐる素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。スペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止するスリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。また安全のためミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系をめぐる素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。スペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止するスリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。また安全のためミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系をめぐる素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。スペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止するスリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。また安全のためミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系をめぐる素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。スペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止するスリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。また安全のためミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系をめぐる素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。
ストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止するスリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。また安全のためミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系を巡る素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。スペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止するスリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。また安全のためミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系を巡る素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。スペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止するスリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。また安全のためミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系を巡る素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。スペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止するスリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。また安全のためミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系を巡る素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。スペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止するスリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。また安全のためミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系を巡る素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。スペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止するスリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。
また安全のためミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系を巡る素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。スペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止するスリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。また安全のためミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系を巡る素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。スペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止するスリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。また安全のためミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系を巡る素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。スペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止するスリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。また安全のためミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系を巡る素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。スペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止するスリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。また安全のためミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系を巡る素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。スペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止するスリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。また安全のためミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系を巡る素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。スペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止するスリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。
帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら、降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。また安全のため、ミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系をめぐる素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。スペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止する、スリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら、降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。また安全のため、ミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系をめぐる素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。スペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止する、スリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら、降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。また安全のため、ミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系をめぐる素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。スペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止する、スリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら、降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。また安全のため、ミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系をめぐる素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。スペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止する、スリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら、降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。また安全のため、ミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系をめぐる素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。スペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止する、スリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら、降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。また安全のため、ミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系をめぐる素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。
ストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止するスリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。また安全のためミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系を巡る素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。スペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止するスリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。また安全のためミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系を巡る素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。スペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止するスリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。また安全のためミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系を巡る素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。スペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止するスリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。また安全のためミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系を巡る素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。スペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止するスリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。また安全のためミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系を巡る素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。スペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止するスリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。
また安全のためミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系をめぐる素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。スペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止するスリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。また安全のためミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系をめぐる素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。スペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止するスリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。また安全のためミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系をめぐる素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。スペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止するスリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。また安全のためミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系をめぐる素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。スペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止するスリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。また安全のためミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系をめぐる素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。スペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止するスリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。また安全のためミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系をめぐる素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。スペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止するスリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。
帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。また安全のためミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系をめぐる素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。スペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止するスリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。また安全のためミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系をめぐる素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。スペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止するスリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。また安全のためミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系をめぐる素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。スペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止するスリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。また安全のためミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系をめぐる素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。スペーストラベラーの皆さん、ようこそ。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止するスリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。帽子やメガネなどは飛ばされないよう十分ご注意ください。ステーションゲートが開きましたら降りる方に続いてご搭乗願います。セーフティーバーを下げ、ハンドバッグやカバンなど大きな荷物は足元に置いてください。また安全のためミッション中のカメラや携帯電話のご使用はおやめください。それでは銀河系をめぐる素晴らしい宇宙の旅をお楽しみください。